はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。はい、先週に引き続いてオートバイの修理にやってきました。はい、先週はね、ここの途中までやりかけのところまでですね、この、メーターロアカバーとライトケース、あとあの、メーターのこのセッティングプレート、この辺を交換したところまででした。はい、そして、こちらのね、壊れたところ、割れたところですね、こちらの方の部品を、磨いて塗装をしました。そちらがこれです。はい、こちらです。はい、綺麗に塗装ができてます。今日はこれをまず交換してオイル漏れを止めたいと思います。そして、もう一つこちらですね。はい、マーシャルのライト、リムが曲がったことやいろんなことがあったので、もうライトの、アセンブリごと、社外品ですけどマーシャルに変えます。この黒猫のマークかわいいですね。はい、ちょっとリフレクタータイプでかっこよくなります。はい、この辺を進めていきたいと思います。はい、こちらがね、今修理をした、交換した部品なんですけど、ね、まあ結構綺麗だと思うんですけど、ちょっとこうはみ出してるのは液体ガスケットなんですけど、拭いたけど綺麗に取れなかった。まあそれはいいんですけど、やっぱりね、ここのガスケットを再利用したのがね、まずかった。こっちのね、ゴムのあの オーリングはね、いいとしてもね、あんまりオイルが飛び散るところじゃないので、ここから辺からね、滲んでる。やっぱりね、ガスケットをね、バイク屋さんで注文してね、今度タイヤ交換するときにあのガスケットを新品に変えます。そうしないとオイルがポタポタと垂れます。はい、まあ致命的ではないけれどね。はい、という感じでここの、一応の、部品交換は終了しました。はい、続いて、次の作業に移ります。はい、続いての作業がこちらですね。あのこの間付け替えてライトケースを変えて適当に挿しただけだったので、ウインカーのこっちがつかなかったり、あのメーターの中のランプがつかなかったりしてました。どっか配線がと思いながら、もう夕方だったんで、そのまんまもういいや次と思って、次回とそう思って、放置して帰りました。今日ちょっとその辺をきちんと直して、で あちらにある、マーシャルですね、マーシャルのライトをこちらにつけて点灯するかどうかチェックをするところまではなんとかしたいと思います。はい、それでは今からちょっとこの辺の修理をしていきたいと思います。もう一回チェックメーターから出てきているのがこれね、マーシャルに変わるからいらない。これは何の？これこっから来た。あ、これウインカーのこれがどっかに刺さってない。どっかに刺さってない。どうでしょう。はい、配線関係は全部取り付けまして、今ね、マーシャルのライトをつけているところです。いや、手間、なんか、はまってない。はい、ですね、一応ライトと、この辺関係ですね、壊れたところは全部修復終了しました。そして、ちょっとキーをオンにしてみますね。そしてライトをオン。はい、スモールつきました。はい、
ロービームつきました。はい、ハイビームつきます。はい、続いて、ちょっとライトは消しますね。そして、続いてウインカー、はい、大丈夫です。はい、左も大丈夫です。はい、前走系は全部こちらで大丈夫ですね。はい、前に回って、はい、もう一回ウインカー、はい、はい、ウィンジゲーターつきます。はい、そして、ライトをオンにしたら、はい、メーター級つきます。そしてハイにしたらハイビームついてんのかな、わかんない、明るくて。はい、そんな感じで一応終了しました。あとね、スピードメーターが戻ってくるのにちょっと納期かかるので、今からメーターケーブル外しとこうと思います。はい、ちょっとですね、便宜的に、一時的にといいますか、はい、穴が開きっぱなしってわけにもいかないので、スピードメーターを潰しました。いや笑うねまあここにね、あのスマホをつけて、スマホスピードメーターが代わりに GPS で速度が出せるので、それをメーター代わりにして1ヶ月半かかるっていうので、とりあえずこういう状態にしましょう。仕方がない。はい、早くメーター帰ってくるといいですね。はい、でもまだ他に続きやらなくちゃいけないことあります。今からそれをちょっとやってみようと思います。はい、壊れた CB ですけれども、壊れた場所につきましては、ライトケース、メーターロアカバー、メーター、セッティングプレートアッパーですねは修理完了しました。またちょっと、そしてここの、ウインカーのね、取り付けも、念には念を入れて結束バンドタイラップで固定をしてみました。はい、そんな感じで、ちょっとなんかこう今風の、ハロゲンではあるんだけど LED ではなくてマーシャルのこういうレンズカットのなんかかっこいい感じに、見た目が違いますね、なんとなく。はい、こういう感じで、一応仕上がりました。ああ、メタケーブル止めてないね、まだ。ちょっとこれ止めましょうか。よいしょ。はい、こんな感じでね、一応ね、一応、はい、壊れたところについては、スピードメーターを除いては一応、終了しました。電気系もね、中の配線のウィンカーが片方つかなかったりした分の配線もちゃんとチェックし直しました。そして、今日はね、もう夕方なので、夕暮れなので、この先作業すると日没になってしまうのでやらないですけれど、準備しているものは、こちら、事故の元を作ったブレーキライン、こちらですね、このブレーキライン、これをもう、アクティブの、ブレーキラインに交換します。そしてそのと同時に同じくアクティブのスロットルをですね、実はスロットルケーブルももうダメになってたんですよ。戻し側が引っかかってて、調子悪かったのもあるし、ハイスロがね、こんな感じで、もう90度ない感じの、まあ、かなり厳しい、ハイスロットルをつけてました。はい、ダイレクト感はとってもいいんですけど、あと、まあ、このグリップもこのようにもう跡形もなく消えてたところもあったので、もうここ一式変えます。そして中のハイスローを少しコマを小さくしてね、負担を小さく、もう飛ばさないのでこれでいい、それでいいかなと思って、これが多分42か44ぐらいのコマがついてるんだと思うんですけど、36ぐらいのコマに落としました。はい、なのでロースローになります、かなり。まあその分手首の負担は軽くなると思うんですけどね、そういうことをやります。あと、もちろんこのタイヤですね、これはバイク屋さんの方へ行ってやろうと思います。ここではできないので、もう注文はしてあります。そう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 、そしてこのタイヤがね、またバイク屋さんにつける時にお話しすると思うんですけど、バトラックスのブリヂストンバトラックスの BT45V っていうのを使ってるんですね、前も後ろも。で、18インチのホイールの100の90だったかな、確かそれぐらいのサイズだと思うんですけど、100の90ね、
これがねないんですよで BT46V っていうのに変わってました、はい、パターンは全く同じで何がどう変わったんかよくわからんけども、それでいいよっていう話で、はい、45V にすると入荷がいつになるか未定って言われましたし、そして、あまりにローギアードで辛かったこのアファムの 44T44 兆の、リアのスプロケットですね。これもともと CB はノーマルは前が17、後ろが、43なんですよ。で、まあ前は17のままなんですけど、こちらが44でちょっとローギアードついてたんで、42を頼んでくれって言ったら、アファムの42はもうないって言われて、このゴールドもないって言われて、で、ザムっていうところの、42を探してもらったら、2ヶ月待ちって、はいって、じゃあサンスター探してった、サンスターは 42T の設定がないって。もうほんとね、古いバイク乗るとね、泣きそうなことが多い。もうしょうがないからザムの 43T を取ってもらいました。だから若干ノーマルに戻ります。はい。で、まあタイヤ交換の時に一緒にやろうと思います。それともう一つ、問題が起きたのは、ここを取り替える時に、ガスケット用意してなかったことで液体ガスケットでごまかしましたが、やっぱりにじむ、漏れる、ポテポテって、はい、なのでこうやって何もしないときはいいんですけど、エンジンかけるとポタポタっていきます。ですからこの辺のこともあるので、ちょっとこれは明日バイク屋さんに電話をして要相談、はい、ガスケットを探してもらうということになるかと思います。はい、今日のところの作業はこんな感じですね。まあこう動けないことはなくなりましたけど、もうちょっと、はい、こういった用意したパーツをねつけるのにもう1週間ほど、もう1回日曜日を潰したいと思います。はい、このフィキシングナット、今新品に変えましたが、クラッチケーブルもかなりやばいです。これも変えた方が良さそうです。サクラだって切れかかっていましたからね。はい、ということで、はい、これをちょっと変えたんですけど、また外さなくちゃいけないと思います。ということで今日の動画はこの辺になります。はい、皆さんどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。